吸血鬼と聞いてあなたは何を思い浮かべますか？今から約40年前、アメリカで起こった恐ろしい連続殺人事件。この犯人が殺人を犯した理由、それは人間の血を飲むためだった。皆さんどうも、キキョウと申します。今回が16本目の動画ですかね。ちょっと前にコメント欄で YouTube の登録者数を教えてほしいって来てて、今までなんとなく非表示にしてたけど、数字が見えた方が見てる人も楽しめるかなと思って、それから公開するようにしてるんですけど、今5000人ほど登録してくれてます。 TikTok と合わせると約3万人の方が登録やフォローをしてくれてるんですけど、本当にありがとうございます。このチャンネルって1月12日の時点では YouTube と TikTok 両方合わせても11人しかいなかったんですよ。11人はやばいですよね。でも実は僕 2,3 年くらい前からいろんなジャンルで100本以上動画投稿してたんですよ。でも全然うまくいかなくて、夜勤終わりに一人でずっと頑張って何日も徹夜して作った動画が1週間経っても0回再生とか、動画をアップした瞬間に低評価を押してくる嫌がらせとか、もう何度も心が折れかけましたが、本当に諦めずに頑張ってきてよかったです。この1、2ヶ月で動画を見てくれたり登録してくれる人が一気に増えたけど、それがどれだけ大変なことか知ってるから、今もこうして動画を見てくれてるあなたに心から感謝してます。本当にありがとうございます。というわけで、だいぶ本編から逸れてしまいましたね。しかもこんな感謝の気持ちとか伝えときながら、今日の動画の内容めちゃくちゃエグいんですよね。グロい話とかが苦手な人は注意してください。それでは、サクラメントの吸血鬼と呼ばれた男が起こした恐ろしい事件について見ていきましょう。リチャード・チェイス。1950年5月23日、アメリカのカリフォルニア州でリチャード・チェイスは生まれた。彼の家は特別裕福というわけではなかったが、普通に生活するには困らない程度の、いわゆる一般的な家庭であった。そしてリチャードも内気でおとなしい性格ではあったが、すくすくと大きく成長し、平凡ながらも幸せな日常を送っていた。しかし彼が12歳の時、その日常は突如壊れ始めた。母親が精神を病んでしまい、ありもしない被害妄想に取りつかれるようになってしまったのだ。特に夫に対してとても攻撃的になり、お前は浮気をしている麻薬中毒者だと疑い、日常的に罵るようになった。当然、夫にも苛立ちが募り、二人の激しい言い争いの喧嘩が毎晩続くようになった。そしてそれは12歳という最も多感な時期のリチャードに大きな影響を与えることになったのだ。この頃の母親がリチャードと話す内容は、私は毒を盛られている。あいつに毒殺されてしまう。などの狂気じみた父親への悪口ばかりであり、そんな話を毎日聞かされる生活が数年間続き、リチャードは高校生となった。しかし、この頃にはもう彼の心は壊れてしまっていたのだ。通常の精神状態を保つことができずに、日頃からお酒を飲み薬物を使用するようになっていた。また、歯磨きやお風呂に入ることも一切しなくなり、常に酩酊状態で異臭を放つリチャードには誰も近づかず、家庭にも学校にも彼の居場所はなくなっていた。そして、この頃からリチャードは異常な行動をとるようになった。毎日、ウサギなどの生きた動物を購入しては、その腹を切り裂いて内臓を生で食べていた。というのだ。この行動には彼なりの理由があった。というのも、この頃のリチャードは、かつての母と同様に、ありもしない被害妄想に取り憑かれていたのだ。その内容は、母親が自分に毒を飲ませたせいで
恐ろしい病気になったというもので、その病は全身の血液が粉状のようになってなくなってしまうというものであった。そしてこの治療法としてリチャードは動物の血液や内臓を摂取するようになっていたのだ。この事件はこれからさらにおぞましいものとなっていく。この動画が削除されないように事件当時のグロテスクな画像や動画は使用しないが、そのような描写が苦手な方はご注意ください。吸血鬼リチャードは動物の血や内臓を生で食べ続けていたが、これが体にいいはずもなく、体調を崩して入院することになった。しかし病院でも彼の気功が止まることはなく、小鳥などを捕まえてきては歯で頭を噛みちぎり、その息地をすすっていたという。このような問題行動に困り果てた病院は、母親が監視をするという条件でリチャードを退院させた。しかし事の元凶である母親の下でリチャードが良くなるわけもなく、彼の気功はさらにエスカレートしていった。近所の人が飼っているペットの犬をさらってきては殺害し、内臓を取り出してミキサーにかけた後コーラで割って飲んでいたという。さらに母親もこれらを止めるどころか、リチャードに動物を飼い与えていた。このような異常な状態が続き、ついにこの翌年、彼のターゲットは動物から人間に変わった。1977年12月29日、自宅で庭の手入れをしていた52歳の男性が何者かに銃で撃たれて亡くなった。そう、この犯人はリチャードである。彼が男性を殺害した理由は、その血液を飲むためではなく、入手したリボルバーの試し撃ちをするためであった。そしてその確かな威力を確認した彼は、この翌月の23日に再び殺人事件を起こす。次に犠牲になったのは22歳の若い妊婦であった。リチャードは彼女がゴミを出すために家から出たところをいきなり銃で射殺した。そして遺体を家に引きずり込むと、キッチンにあった包丁で腹を切り裂き、内臓を取り出した。するとそこに溜まった大量の血を飲み干し、そのままこの家を後にした。リチャードはもう動物では満足できなくなってしまっていたのだ。そしてこの女性の殺害からわずか4日後、今度は民家に押し入り、子供2人を含む4人を殺害した。この頃の彼は殺人に性的興奮すらも覚えていたという。しかしこの翌日、リチャードはついに逮捕された。そして裁判では死刑が宣告されたが、その1年後の1980年12月26日、彼は独房の中で自殺し、30歳でこの世を去った。これが今から約40年前、アメリカで吸血鬼と呼ばれた男の生涯である。はい、どうだったでしょうか。めちゃくちゃえぐい事件だったけど、これでもかなり表現を抑えた方なんですよ。本当はもっともリチャードがピーをも、女性のピーにピーしてももっとえぐいんですけど、詳しく知りたい方は自己責任でお調べください。それではまた次回の動画で会いましょう。